みなさんこんにちは私は稲川恵と申します今日は私の奇跡的体験というテーマで短く話をさせていただきます、えー、私は小さい頃から乗り物酔いがひどく特に山道などを車で走ると必ず気分が悪くなってしまい大変な状況でしたしかし今から約20年くらい前ある出来事を通して 私の乗り物酔いは完全に治ってしまいました。今日はその時のことをお話しさせていただきます。あれは2003年11月のことだったと思います。私は教会のチーム派遣で、ギリシャのパトモス島へ行く機会がありました。地中海のあの何とも言えない美しい深い青色の海の上を、長時間船に乗ってようやくパトモス島に着きました。 そして、そこで数時間滞在した後、元来た道を再び船で帰ることになりました。ところが、帰るときには、凄まじい天候になってきていて、海はかなり荒れていました。そのため、このまま船で帰るのは危険だから、パトモス島で一,発一泊するか、という案も出たのですが、結局船長さんが豪雨サインを出したので、強行軍で、 そのまま何時間も船に乗って帰るということになりましたそこでみんなで船に乗り込み船は海の上を進んでいきましたちなみに実はこの時期1年の中でもこの地中海は最も荒れる時だったのです聖書の中で使徒パウロたちの船が南線したのと同じあの凄まじい時期に私たちは船に乗ってしまったのでした さて、私が船の中で何気なく辺りを見渡してみるとなんと次々に同じチームの方々が船の床に倒れ込んでしまったり真っ青な顔をして船酔いをしておられるではありませんかその様子を見ているうちに私自身もうっと船酔いの兆しが出始めてしまいました我慢しようとすればするほど逆に船酔いの症状が襲ってきます そこでで私は思わず心の中でイエス様助けてと必死に叫びましたするとイエス様は次のような聖書の言葉をスーッと私の心に思い起こさせてくださいましたそれは「しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです」。 ロー人への手紙8章37節そこで私は「そうだこの大荒れの海の上を進む船の中でも私は必ず圧倒的な勝利者となる必ずイエス様が私を助けてくださる」と大変勇気づけられましたそしてその後は船の椅子の背にぴったりと体を張り付けてなるべく 不必要な衝撃を受けないようにしながら、イエス様が助けてくださるから、私は必ず圧倒的な勝利者となると信じて、徹底してそのことを心の中で告白し続けました。すると、あれほどひどかった乗り物酔いの気持ち悪さは、次第にどこかへ消えてなくなってしまいました。こうして最後まで吐いたりすることなく、ついに船は港に、 無事に到着することがでできたのでした。あのような人生最大の大入れの船の中で最後まで吐くこともなく乗り物酔いから守られたことは私にとって本当に驚くべきことでしたそしてそればかりでなくその日その時以来私の乗り物酔いはなんと完全に治ってしまったのです。このような、 奇跡的な癒しを与えてくださった素晴らしいイエス様に心から感謝します今日は私の話を聞いてくださりありがとうございましたそれではまた